はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで今回はゴールキーパーのランキングをとりあえずトップ5選んでみたいと思います。ということでまずキーパーなんですけど、今作からね金のプレイスタイルがね新しく追加されたということで、まあプラスあとこのディフレクトっていうのが追加されたということで、やっぱりどれが強いかっていうところで、判断されるかと思いますので、まずこれの、評価をしてから最後にランキングに移っていきたいと思います。で、まず一番いらないのは、まあ遠方スローかなとは思います。やっぱりキーパーって止めることが、非常に大事になってきますので、まあ遠方スローあったところで、カウンターには生きるとは思うんですけど、そもそも結構な守備枚数、割いてると思いますので、カウンターそもそもスローインでできない。まあ、例えば前線残しとかしてて、それでカウンターするんだったらありなんですけど、その戦術でしか生きないので、基本的にはなしかなとは思ってます。5位がディフレクトになりますね。これもまあ、同じ理由で、そもそもディフレクトってボールを弾かないと、発動しない効果になるので、弾かなかったらそのまま失点っていうところで、まあもちろんこれがあるとこぼれ球反応されづらくなるので、そこはすごく強いとは思うんですけど、まあ、ただそもそも反応しないんじゃね、意味がないし、そのディフレクトがあったところで弾くとかが悪い時も全然あるので、まあ、これもそこまでなんじゃないかなとは思ってます。で、4位が守護神ですね。正直ディフレクトと同じぐらいの評価ですね。そもそもこれ評価できんのかなって最近疑問ですね。一昨日プレイスタイルの動画上げだと思うんですけど、その時これに対してね、どうなんだろうっていうトリベラとかフィネス入るんかなみたいな話をしたんですけど、実際試してました。金徳持ってる守護神の選手に対してトリベラだったりフィネス打ってみました。全然入ります。全然光んなかった。え?ってなりましたね。正直これ新しく追加されてね、めっちゃいいじゃんと思ってたんですけど、そもそもトリベラフィネスに反応しないんだったら意味ねえなと思って、ちょっと残念でしたね。これのが何に対して強いのかわかんないですね。パワーショットとかに強いのかなって感じですけど、いやーちょっとあんまり効果感じれないかったんで、評価はそんな高くないかなとは思います。正直ディフレクトと同率ぐらいだと思ってます。3位がクロス対応になりますね。まあ、これは結構効果感じて、自分野心使ってたんですけど、すんごく出てきたり、めちゃくちゃいい感じのクロス対応、あ、これ失点したなって思う時にすごい出てきて、ボール止めることもありましたし、これに関してはあったら結構便利なんじゃないかなとは思います。まあ、これがあることによって逆に失点とかもあるかもしれないですけど、まあ、でもさすがにそれは AI が反応してくれてるんで基本的にはないと思います。まあ、あるだけ便利だなっていうのは思いますね。あとはコーナーキックの対応、クロス対応あることによって良くなるなっていう感覚、あくまで感覚なんですけど、あるので、まあ、これあってもあったら嬉しいなって感じはしますね。2位が足セーブですね。まあ、これに関してはやっぱり特徴的なのが手足低減ですね。やっぱり手足低減今作すごく強くて、まあ、近距離からも強いですし、足セーブがちゃんと足セーブするっていう話をよく視聴者さんからもよく聞きますし、ちょっと今手足低減気になってますね。自分もちょっと使ってみてどうなんだろうっていうのはすごく気になってます。足セーブの金徳だったり白徳あるだけでも結構便利なんじゃないかなと思ってるので、足セーブは結構強いんじゃないかなと思います。まあ、ここもねやっぱ検証は必要かなとは思います。そして1位が、1対1接近戦、これ間違いないと思います。間違いなく1位だと思います。まあ、理由としてはやっぱり今作マニュアルキーパーがめちゃくちゃ弱くなった。めっちゃ動かない。もう1回やっちゃっただけでもう失点につながるみたいな感じで、今までだったら後ろに動かしてとか結構な駆け引きができたんですけど、今作はそれがマニュアルキーパーによってできないので、なんならもう動かなくて失点みたいな、もう動いたらもう動かないみたいな感じになってきてしまったので、今までマネキンに頼ってきてた人は結構大変なんじゃないかなとは思ってます。で、まあ、そのマニュアルキーパーに変わるのが、この 1v1 接近戦ですね。例えばこれでキーパーと1対1の時に、今までマニキーしてた時を、飛び出しによってね、ちょっと駆け引きしたり、ちょっと飛び出してやめて、相手のシュート誘ってみたり、飛び出していい感じの距離感に詰めて、セービングするみたいな技術が、これによってかなり出てくるかなと思いますので、1v1 接近戦が、まあ、圧倒的だと思ってます。これがもう本当にあるかないかだけで結構違ってくるかなとは思います。はい。ってことで、まずゴールキーパーの特性のね、ランキングをつけてみました。ここからね、ゴールキーパーのランキングをつけていきたいと思います。はい。ってことで、5位がカシージャスですね。まあ、これに関しては、使ってないので、わかりませんっていうのが正直なところなんですけど、まあ、
去年はねすごく強かったんで今年も強いんじゃないかなと思ってとりあえず5位に入れました。はい。で、185cm っていうのがねめちゃくちゃ心配です。正直あの今作身長小さいキーパーどれぐらい強いかがちょっとわからないので、去年に関してはね全然気にならなかったんですけど、これがちょっと今年ねマニュアルキーパーでトリベラだったりフィネスが防げないっていうところもあるんで、もしかしたら 185cm がめちゃくちゃきついかもしれないっていうのは最初に言っておきます。で、能力が素晴らしくて、ダイビング90、ハンドリング88、キックも84、反射神経93。これが一番いいね。反射神経あるキーパーやっぱり強いので、素晴らしいと思います。で、ポジショニングが88と。で、プレイスタイルがね、今言った足セーブついていて、守護神もついているので、まあ、これに関してはちょっと本当に疑問なんですけど、やっぱ足セーブプラスあるのはやっぱ強いですし、まあ他も、問題ないかなとは思います。まあ、あとはキーパーのアイコンって結構、蹴み合わせで助かりますし、まあ、これがまあ30万とちょっとお高めにはなるんですけど、まあまあまあ結構強いんじゃないかなとは思ってます。まあ、これに関しては使った人とか使われた人の意見が欲しいので、ぜひ視聴者さんコメントしていただけたら嬉しいです。続きましてはコベルが4位になりますね。まあ、このキーパーは度安定というかいつも強いですね。蹴み合わせるのがねちょっとスイスなのでドルトムントの選手を入れる必要があるんですけど、今作であればねマレンとかアデエミとかドルトムント強い選手いるので、あとはシュロッターベックとかその選手たちと合わせるのがいいんじゃないかなとは思います。能力に関してはダイビング87、ハンドリング86、キック73がちょっと気になるからここはね気をつけた方がいいと思います。で、反射神経89のポジショニングが87と。で、プレイスタイルがやっぱり素晴らしくて、ラッシュアウト、これですね、1対1接近戦プラスがついてるの素晴らしいと思います。それにディフレクトもついていて、まあ、ロングスローがおまけとしてついてるような形で、やっぱりこれがついてるだけでね今作のキーパーって評価かなり違ってくるかなと思いますので、これがプラスであるだけでめちゃくちゃ強いんじゃないかなとは思います。安いし結構コスパとしてはおすすめだと思ってます。3位が手足低減になります。 187cm の逆足4っていうのはいいですね。で、能力がダイビング86、ハンドリング85、キック89、反射神経91、ポジショニング86というところで、反射神経90超えてるのはすごいと思います。で、去年まではね手足低減ちょっと弱いっていう印象あったんですけど、まあ今作からねやっぱ足セーブプラスに、1v1 の接近戦が、白得でついてますので、この2つついてるのは相当いいんじゃないかなとは思います。視聴者さんの意見とか聞いてもやっぱ強いっていう意見多いですし、実際自分もね手足低減何回か当たってみたんですけど、やっぱり強いなって感じますね。特に足セーブプラスが結構足伸びるなっていうのもありますし、まあ飛び出させて、足セーブするみたいなこともできるかなと思いますので、手足低減は今年強いんじゃないかなと思ってます。ちょっと使ってみたいね、気になる選手の一人なので、これもねもちろん視聴者さんの意見いただけたら嬉しいので、コメントいただけると嬉しいです。 2位がクルトワになります。2メートルというところでまず素晴らしいですね。で、能力がダイビング85、ハンドリング89、反射神経90、ポジショニング88で、プレイスタイルがロングスローに、クロス対応に、1v1 接近戦というところで、まあ、まずこれがプラスである時点でもうめちゃくちゃ強い。で、実際クルトワ相手にいるとすんごく強いし、自分で使っててもやっぱりこの、1v1 接近戦プラスがあるのはすごく生きるなっていうのは感じてます。ただ、やっぱり気になるのが、やっぱりなんかね、クルトワはトリベラに弱いなって印象があって、結構止めない印象がありますね。ロングシュートに対してのちょっと反応が弱めだなっていうのを感じるので、そこがどうなんかなって感じですけど、まあロングシュートに関しては、まあマニキー若干してね、防ぐぐらいしか、今作はね、方法がないので、まあクルトワが2位になるかなとは思います。去年もね、序盤のクルトワめちゃくちゃ強かったんで、今年もまあ度安定のキーパーになるんじゃないかなとは思います。はい、ということで、1位がファンデルサールになります。197センチの、13ということで、能力がね、そこまでいつもサールは高くないんですよね。ダイビング84、ハンドリング87、キック79、反射神経86、ポジショニング92というところで、で、プレイスタイルもね、1v1 接近戦とディフレクトというところで、まあ、いつもね、サールに関しては僕は文句言ってます。去年に関してはめちゃくちゃ文句言ってました。本当になんか使ってて強さ感じなかったし、実際日本では、すごく人気のなかったんじゃないかな、去年に関しては。使っててすごい弱いなって感じてたんですけど、最近ちょっと試してみたら、めちゃくちゃ強かったですね。やっぱり近距離、この 1v1 接近戦プラスで寄せも早いですし、身長もでかいですし、しっかりこれディフレクトがね、白得であるんで、弾くコースもいいですし、なんか反応がめちゃくちゃいい気がしますね、今年のファンデルサールは。去年までは、あれみたいな、去年までっていうか去年か。
去年に関してはあれみたいなシーンすごい多かったんですけど、今年はすごい安定してる感覚があって、まあ、ファンデルサールが1位になるんじゃないかなとはやっぱり思ってます。やっぱ外国のねプロの使用率とか見てても、まあ、ファンデルサールはいつも人気なんですけど、今年もやっぱり人気なのかなとは思ってます。値段も非常に高いのでね、やっぱりその値段通りの強さはあるんじゃないかなとは思います。終わったか。うお、キャッチした。終わったか。うお、キャッチした。キャッチしたんだが、めちゃくちゃおもろい。はい、ということでね、とりあえずベスト5発表したんですけど、まあこれはね、間違いないのが、キーパーは本当に使用感です。別に今言ったトップ5の選手使わなくて、例えばアリソン使ってもいいし、強いと思うなら、コベル使っても、コベルじゃねえわ、まあ、この辺のオブラク使ってもいいし、もしかしたらこのエンドラーとか強いかもしれないし、キーパーに関してはね、本当に人によっての、使用感によるので、さっき言った 1v1 接近戦に関しても、三角の飛び出ししなかったら別に意味のない能力になってきますし、やっぱりそこは使用感になってくると思います。で、今年はね、野心とクルトワと、ファンデルサール自分使ったんですけど、野心がちょっと思った以上に強くなかったね。トリベラーに対しての反応もちょっといまいちだし、動きもそんな良くないなっていうところで、序盤は自分本当に野心をね、去年から愛用はしてたんですけど、ちょっと今年の野心は微妙だなと思って、ファンデルサールに変えたら結構いい感じだったので、ファンデルサールにしてる感じなんで、もう本当にね、キーパーは使ってみるしかわかんないし、自分がどういうシュート打たれて失点してるかとかにも寄ってくるんで、まああとはブッフォンだね、ブッフォンとかも、もしかしたら強い可能性はあるし、もう使ってみないとわかんないね。で、使ってみてもわかんないんだったら、もう安い選手がいいと思います。コベルとか、オブラクとか、ドンナルンマとか、そういった選手を使うのが一番いいと思いますので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回は以上になります。よければね、最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。